皆様、おはようございます。今日も、訪問いただきありがとうございます。短い時間ですが、最後までお付き合い、よろしくお願いいたします。思わず人に話したくなる雑学や豆知識をご紹介。話のつかみにどうぞ。おはようございます。私たちが生活していく上で、欠かせない電気、水道、ガス。これらについて、 ふと疑問に思ったことをお話ししましょう。電気の周波数、東日本と西日本で違うことはご存知でしょうかコンセントから取る交流の電気は、一定の周期で流れが変わり、一秒間に繰り返す周期の回数を周波数と言い、ヘルツという単位で表しています。静岡県の富士川を境に、東日本は50ヘルツ、西日本は60ヘルツとなっています。電力会社別で言うと、 北海道電力、東北電力、東京電力が 50Hz。北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力が 60Hz ですね。ほとんどの国では、50Hz か 60Hz のどちらかを採用しており、日本のように、2つの周波数が使われている国は珍しいらしいです。なぜ、 日本は二つの周波数が使われているのか。明治時代、関東地方の電気は、東京電力の前身である関東電灯が管轄しており、関西地方は、関西電力の前身である大阪電灯が管轄していた。そして、それぞれが、発電機を外国から輸入しました。東京電灯は、ドイツから 50Hz の発電機を、大阪電灯は、アメリカから、 60Hz の発電機を輸入した。これが、二つの周波数を使うことになった原因です。現在、家庭で使用される電子機器は、どちらの周波数にも対応しているので大丈夫だと思いますが、対応していない電子機器は、故障の原因となりますので注意しましょう。水道料金は、住んでいる地域により格差があり、水不足問題などもあり、節水が大事ですね。しかし、 節水と言ってる場合でないのが火災での消火です。火災が発生すると、消防車が駆けつけ、消防士による消火活動が始まる。消火の際に使われる大量の水。この消火に使われた水の水道料金、火元の住人が支払わなければならないのか。火災の原因が、火元の住人による過失であったとしても、住人は水道料金を支払う必要はありません。これは、 水道法第24条にて定められており、消防用に使われた水の料金は徴収できないとされています。続いては、ガス、都市ガスやプロパンガスです。一番怖いのは、ガス漏れですね。ガス漏れに気づかず、火を使い引火すると大変です。ガス漏れは、匂いで気づくことができますが、ガスは本来、無臭なんです。危険察知のため、有機用化合物を使い、 匂いをつけています。区別するため、危険回避のため、あえて加えているといえば、ガソリンもそうです。本来は、無色ですが、灯油と間違えないように、ガソリンはオレンジ色に、軽油は、炭鉱色に色をつけています。皆様、いかがでしたでしょうか電気の周波数、東日本と西日本で違うのは、 発電機の輸入先の違いから火災の消火のために使用された水の水道料金、火元の住人に支払い義務はない都市ガス、プロパンガスの匂いは危険察知のため、あえてつけているガソリン、軽油の色は間違い防止のため、あえてつけている今日のお話はここまでです。また次回も見てくださいね。皆様。 最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。また次回配信もぜひお越しくださいませ。